おはようございます、ヨドです。今日はですね、 MacBook とか MacBook Air をこの春から新しく、自分で買う人多いと思うんですけども、まあ、そういう人に向けてコメント欄でも何個かリクエストをいただいている MacBook とかを買った時の、周辺機器、周辺アクセサリーの、僕のおすすめのものを何個か紹介できればなと思っています。最初の方から、まあ、優先度高めに買った方がいいよっていうやつなので、ぜひ参考にしてみてください。それでは、1つ目ちょっといくと、まず一つ目はですね、こちら USB-C ハブと言われるようなものです。 USB-C ハブって、皆さん分かりますかっていう質問なんですけども、ちょっとピントが合わないな。はい、これですね、普通にこの SD カードとか USB とか HDMI とか、まあ、そういうのを指す、なんだろう、変換ハブなんですけども、 MacBook ってこの USB-C と言われるあのやつが今標準でつくようになったので、あの普通の USB とか HDMI とか挿したい時に全然あのあれなんですよ、あのそのまま挿せないんですよね。なのでこの変換ハブみたいなのが必要です。はい、なのでまあ、なんだかんだ HDMI とか USB って挿す機会あると思うので、これ Apple 純正なんですけども、まあ、こういう Amazon で売ってるこういうやつとか1個持っとくとすごいとても便利です。概要欄に僕のおすすめやつは全部リンク貼っておきます。はい、これがまず1個目です。続いて2つ目はですね、ちょっと地味なんですけど、USB-C ハブに、買わないんであれば、このライトニングと iPhone の変換ケーブルですね、このケーブルとかを1個持っておくとすごい便利です。普通の iPhone についてるやつだと、こっちが USB3.0 っていうまあ、やつなんですけども、まあ、これが、これはですね、普通に USB-C にこうなっているという、ものでございます。変換ハブを買えば、ここにこう挿してですね、あの Mac につなげることっていうのができるんですけども、まあ、これをもし買わないのであれば、まあ、こういうのも買うのも手かなって思っています。なんだかんだ iPhone の充電とかバックアップとかつなぐ機会多いと思うので、これはちょっと1個持っとくととても便利です。はい、続いて、おすすめなのがこれかな、これです。はい、いきなりどれだよって話なんですけども、この画面に貼ってあるフィルムのことです。ですね、このフィルムはアンチグレアフィルムといってですね、あの分かると思うんですけども、こう反射が、極力抑えられるような感じになっています。普通だとあの Mac のディスプレイとかって反射とか、映り込みみたいなのがすごいんですけども、このやつを貼ることによって、このそういうのがなくなります。何個かアンチグレアフィルムって種類あるんですけども、あのなんだろうな、この性質上やっぱり画質とか色合いっていうのがディスプレイの落ちちゃうっていうのがデメリットだったんですけども、これはですね割とそれがない、でそして綺麗にあの貼ってないままと同じような感じで、使うことができるっていうのが特徴で、これ僕毎回、全部の MacBook にも貼ってるし、とてもおすすめのフィルムです。はい、なんかサイズあの微妙になかったりする機種もあるかもしれないんですけども、結構おすすめです。はい、これも持っとくといいですね。あの長く使う人、特に映り込みとか、黒い画面とかも見てると、自分の顔とか、Mac の画面に反射しちゃったりしてうざいので、そういう時に結構便利かなと個人的に思っています。はい、続いて、充電器関連なんですけども、Apple の充電器って、まあ、こういう感じだと思うんですよね。こういうの、ただこれって結構でかい割に1個しか充電できないから不便だったりするんですよ。なので、最近こういう、便利なものがあります。 USB-C が2機あって、これ iPhone とかは直接させる USB3.0 規格なんですけども、これ最近僕使っててすごいおすすめです。ちょっとこれは、海外のサイトのクラウドファンディング買ったので、今 Amazon にリンクあるか分かんないんですけども、まあこういうような、なんだろうな、複数、口がついているものっていうのも、実は存在しているので、もし興味ある方はこういうの調べてみて買うのもありかなと思っています。はい、結構これとサイズ比較すると、ちなみに、こんな感じですね。なんだかんだ、同じくらいのサイズかなと、思っております。はい、これがじゃあ、まあ紹介、はい、
そして、続いてはですね、これです。これなんだよって思うかもしれないですけども、これ100均で売ってるクリップとかなんですけども、まあこれちょっと売ってるかわかんないんですけど、このクリップとかこういうの持って、USB-C ケーブル束ねておくの、おすすめです。なんでかっていうと、これ iPhone の普通の、なんだろう、このライトニングケーブルと比べてちょっと長いんですよね。なので、バッグの中とかでちょっと結構ごちゃごちゃになっちゃうっていうデメリットがあって、あと太いのでちょっと癖がつきやすいっていうのもあって、これ1個、持ってこうぐるぐる丸めとくと、まあ綺麗に、どの時も使いやすいです。こういうクリップも、おすすめです。はい、続いて、MacBook の16インチはあれですけども、13インチ と、MacBook Airは使ってる人はですね、こういうバッテリーとかを持っておくと、まあ、充電ができたりします。ちょっとこれ 30W とかで、多分 30W もないかもな、ちょっと W 数少なかったりすると思うんですけども、この W 数がでかいモバイルバッテリーっていうのがあって、ここで USB-C 挿す と、普通に iPhone みたいに充電ができるんですよね。はい、意外とね、カフェとか電源あるとこ多いと思うんですけども、最近なんだろう、席によってなかったりして、自分で入ったけどもう充電できないみたいなケースもあるので、こういうよく外とか、学校とかで使う人はですね、こういうの1個持っておくととても便利です。はい、ちょっとこれサイズちっちゃいやつなんですけども、このサイズでかくて MacBook 充電できそうなやつは概要欄に貼っておきます。はい、そして最後ですね、あんま使わないと思ってるのがこういうのですね、ケース。結構MacBook のケースってどうしてますかとかあれなんですけども、これはもう多分 5,6 年前にいただいたもので、なんだか使ってはないけど、なんかたまに使う時があります。MacBook の普通のケースです。こうやって中に MacBook 入れる感じです。なんで僕使ってないかっていうと、後ろにある、リュックにですね、もうPC のポケットがあって、もうそこに全部、差し込んでるっていうのと、あと以前紹介した通りシールを貼っているので、まあそれで保護機能も一応兼ねているということで、基本的にあんまり、これに入れてないですね。ただ、そのバッグにそういうのがないとかって人とか、まあなんだろうな、傷をつけたくないっていう人とか、丁寧に扱いたい、衝撃とか心配だみたいな場合はですね、こういうのが1枚あると、まあ安心して使えるのかなと思います。何個かおすすめのこういうケースで昔から何か有名なのあるので、概要欄にそれもリンク合わせて貼っておきます。はい、ということで今駆け足になってめちゃめちゃハイスピードで、周辺アクセサリー紹介したんですけども、いかがだったでしょうか。ですね、MacBook 周辺機器としてまだ他にも外付けディスプレイとかキーボードとかマウスとか、まあいろいろあるんですけども、ちょっと多分初心者の最初の最初はですね、まあディスプレイ買う人もあんまりないと思うし、もう使えるようになってから買うところかなと思うので、今回はその紹介は控えましたが、まあどれも Amazon で売っていて買い求めやすいものが多いと思うので、まあちょっと気になったものから、チェックをしてみてください。全部概要欄にリンク貼っておきますので、買う方はぜひそちらからどうぞ。はい、ではまた明日ですね、金曜日の動画でお会いしましょう。ヨウタでした。バイバーイ。